それでは、細胞分割法について説明します。細胞っていったってね、いろんなものが集まってできています。それを構成成分に分割する。まあ、簡単に言うと、まあ、成分ごとに分ける、ね。そんな実験法です。これは例え話だけど、こんな風に猫と犬の入り混じった集団がいるときに、猫の尻尾について研究したいなと思ったら、まずは犬集団と猫集団で分ける必要があるよね。 同じように細胞の研究でも細胞の中にはいろんなものがあるから例えば細胞の中のミトコンドリアの中のタンパク質について研究したいなと思ったらまずはミトコンドリアだけを集める必要があるんだよねそんなふうに、えっと、細胞の研究が進んでいくわけですそれでは実験見ていきましょうまずはこの棒ねホモジェナイザーっていう棒で細胞をすりつぶしますなんかねホモジェナイザーっていうからねなんか もちろんいろんなホモジェナイザーがあるけど、えなんでただの冒険だと思うかもしれないけど、でこれさもしさ、こう細胞を本当にもうこっぱみじんに、もう何にも残らなくなるくらい、ぐっちゃぐちゃにしちゃったら、これからあの研究進めらんないよね、さっきの例でいうとさ、ミトコンドリアだけ集めたいなと思ってるのにさ、ミトコンドリアのもう何、もう、あとも何、もう,すもう形も残らないぐらい、ミトコンドリアをもうこっぱみじんにしたら、研究できないじゃないですか。 だからある程度ね、ある程度細胞小器官が無事なままで、だけど細胞膜はこう壊してっていうようなえっとことをしなきゃいけない。だからこんなふうなただの棒でけ、ただの棒でいいんですね。ここですごくよく問われるポイントが二つあります。まずは等張液もしくはやや高張液中でこの操作を行います。なんでかっていうと水が細胞小器官の中にねもしね低張液なんか使っちゃうと 水が細胞小器官の中に入ってきて、細胞小器官が破裂してしまうからです。もう一つのポイントは、この実験は低温で行うっていうことです。細胞の中に入ってた過水分解酵素によって細胞小器官が分解されてしまうのを防ぐためです。普通のね、あの酵素ってね、だいたいこう40度付近が最適温度なんで、こう低い温度にしておけば、この酵素がこう働かないでいてくれるんですね。 あと、まあ、これは発展だけど、この下水分解酵素ってね、リソソームっていう袋の中にたくさん入ってます。まあ、細胞内消化の場と呼ばれるような細胞消器官です。リソソーム。下水分解酵素がたくさん入った袋です。で、この破砕っていうのは、あのさっきの細胞をバラバラにする行為ね、破砕とか遠心分離では、ね、熱が発生してしまうんで、ねあの、低温で行う必要があり、低温にして行う必要があります。もし、えっと、酵素とかタンパク質とか、 研究したいなと思っているのに、この高熱で、そのタンパク質、ね、あのもちろん酵素の主成分はタンパク質なわけだから、そのタンパク質が、ね、熱変性、ね、熱で変性してしまったら、研究が進められないから、やっぱりあの冷却しながら、ね、低温で行う必要があります。で、えー、と細胞が、ね、ある程度破壊されたら、次に遠心分離を行います。これがサンプルが入ったチューブです。これをぐる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 回します。そうすると こののサンプルの中ににあるいろんな成分がこここ沈殿してきます。これはあんまりね、あのテストとは関係ないけど、まあ、これが遠心分離器だね、まあ、これはちょっとあの小さいね、あの小型の遠心分離器だけど、た、まあ、多分大学に行くとこう、まあ、洗濯機よりも少し小さいようなあの遠心分離器をたくさん使うことになります。これはあんまりね、あの回転数がえっと上がらないような小さいタイプだけど、えっと、遠心分離器っていう機械であのサンプルをぐるぐる回します。 ここにこう穴が開いてるのがわかるかなこの穴にサンプルが入ったチューブをこうセットするんだね。それぞれの穴にサンプルが入ったチューブをこんな風にセットするんですね。それで蓋を閉めてぐる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 回転させるわけですね。ものすごいスピードで回転させるわけです。まあこの授業はね、あの生物基礎だからあんまり詳しくはやらないけど、こんな風にぐる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 回転させると、このチューブの中のサンプルがこのね、あのチューブの壁面に押し付けられるわけだね。 まあねあねの雑談だけどね、あのまあ、こういう遠心分離を多分ね、生命系に進む方はね、もう100回、まあ、100回じゃ効かないかもね、あのものすごい大学で、あの何度も何度もこの遠心分離器使うことになります、ね、あのもう遠心分離しに大学に行ってると言っても過言ではないんでね、あのまあ、雑談だけど、もちろんこれ、蓋閉めないと回転しないようになってるけど、これ、蓋閉めないで回すと、ものすごい危険です、ものすごい回転するんで、でこれ、サンプルの重さを揃えないと、こうなんていうのか、これバランス取らないと。 えっとものすごい回転するんで、片方にめっちゃ重いチューブ、その対角線上にめっちゃ軽いチューブなんか置いちゃうと、バランスが崩れて、この機械が吹っ飛びますね。みんなもさ、もうバケツに水入れて、ぐるぐる振り回して遊んだことないかな、ね、バケツに水を入れてこれ、これがバケツね、バケツに水を入れて、ぐる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 振り回すと、水がさ、あの、 えっと、頑張って回転させると水が落ちてこないよね、あの水がこう、バケツにこう押さえつけられて、水が落ちてこないよね、それと同じ原理ですね、ほら、これもさ、えっと、ペットボトルをこうやってぐる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 振り回した写真だけど、確かにこのペットボトルに液体が押し付けられてるよね、早く回転すればするほど押し付けられるよね、それと同じ原理でぐる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 回転させるんです。 まあ重力の約1000倍から始まってだんだん強くしてい,だんだん強くしていって、まあ、最後にはね10万倍とか、ね、そのぐらいの力が生じる、ね、重力の10万倍ぐらいの、ねあのー、すごい力が生じるぐらい、ね、ぐる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 回転させるんですねで先に結果を見てしまうとこれどうなるかというとこう、ね、大きかったり密度が大きかったりするものほど早くこう沈んでいくんですよ。例えば遠心分離をすると 大きくて重いね、ね密度の大きいこの赤いのが沈んでくるでで、さらにここの上の部分を取って、上の液体を取って、さらに高速で遠心分離すると、次に大きかったり密度が大きかったりするものが沈んでいくっていう風にに、だこれ、大きかったり密度が大きかったりするものからこう沈ませることができるんですね、この遠心分離の回転速度をこう遅くしたり速くしたりすることで。ここにまだあの黄色い 残っててすごいね、あの小さくて密度が小さいね、ねそんなものが残ってて、これも沈殿させたいな、沈降させたいなと思ったらね、沈ませたいなと思ったら、さらに高速で遠心分離にかければいいんですね。でね、あの一般に大きくて密度の大きいものほど早く沈みます。 実はね、他にもいろんなね、複雑な条件あるんだけど、まあ大体こうやって捉えておけばいいです。ね、大きくて密度の大きいものほど早く沈む。で、その順番がよく問われます。各、葉緑体、ミトコンドリア。で、最後はリボソームです。ここね、葉緑体とミトコンドリアの順番を間違っちゃう、ね、子が多いからチェックしとこう。葉緑体の方が先に沈むからね。イメージはこんな感じです。 まず核が沈んできて、さらに高速で遠心分離にかけると、葉緑体が沈んできてで、もっともっともっとねあの、高速で遠心分離にかけないと、ミトコンドリアが沈んでこない、ね、だいたいこんなイメージです。ここからはね、あの発展生物を、えっと、受講している方だけ、えっと、押さえておけば大丈夫です。より精密な、えっと、分離方法です。密度勾配遠心法と言います。 さっき見た細胞分割法は、頭頂液、もしくはやや好調液を使うって習った。まあ、大抵、あの、何で濃度調節するかっていうと、まあ、スクロースで調節することが多い。あの、スクロースって細胞に害を与えないし、研究の邪魔をねしないことが多いから、まあ、スクロースでね、その、頭頂液とか、やや好調の液を使う、作ることが多い。だけど、今回は、ちょっとそのね、あの、 この,このサンプルを入れる溶液の作り方に工夫するんです、この密度勾配遠心法では。塩化セシウム溶液なんかを使うんだけど、このさ、試験管の中のさ、溶液の色がさ、均一じゃないじゃないですか、なんか下の方が濃くなってるじゃないですか、これ、何を表してるかっていうと、この溶液の密度、この試験管の中に入ってる溶液の密度が、大きい、小さいっていうふうに、 差があることを表してるんだ。もしこれがプールだったら、もしこれがただのプールだったら、プールにはただ水が入ってるだけだよね。プールにはただ水が入ってて、水の密度より大きな密度を持つものを入れると沈む。で、水の密度より小さい密度のものを入れると浮かぶ。ね。だけど今回は、 そのプールの水自体の密度が、そこの方と上の方では違うっていうのさ、だから何が起こるかっていうと、そこに俺たちは細胞成分を混ぜると、混ぜておくと、何が起こるかっていうと、まず沈んでいくじゃん、沈んでいくと、周囲の密度が上がっていくんだよね、この下の方の方が色が濃くな,濃くなってんじゃん、この下の方の試験管の下の方が色が濃くなってるじゃないですか、これ、あの密度が上がってるんですよ。だからまず沈んでいくと で沈んでいくと,周ががいくと、周囲の密度が上が,上がっていくと。周囲の密度がすげえ上がっていくと、周囲の密度がすげえ上がっていくと、その物体は周囲に対して、周囲に対して密度が小さいわけだから、浮かぼうとするんだよねで。浮かんでくると、周囲のさ密度が今度下がってくるわけだ、ね。色が薄くなってくるわけだ。そうすると沈むうとするんだよねで。で、このどこに、ね、最終的にどこに落ち着くかっついうと、細胞成分は自分の密度と 等しいような、ね、自分の密度と周囲の密度が等しいような点でとどまるわけだね。つまり、密度が大きいものはこの辺にとどまり、密度が小さいものはこの辺にとどまるわけだ。こんな風に、その俺たちが加えた物体は、その密度の違いによって分離されるわけだね。これ非常に精密な分離法です。このような 密度勾配遠心法という実験法によって、メセルソンという人とスタールという人は DNA の反保存的複製を証明したんだね。では、ご清聴ありがとうございました。細胞分割法と、あと発展としてね、あの密度勾配遠心法でした。